こんにちは、木下着物研究所おかみの紅子です。毎日着物生活十数年で得られた知識や知恵を毎日動画で配信しています。このチャンネルをご覧いただくと、知らず知らずのうちに着物や和の知識が得られるようになっております。ぜひご登録いただければ幸いです。本日のコーディネートは、透明感のある無地の水色の着物に染めの名古屋帯を合わせました。さて、色は大きく分けると、青みがある色、それから黄みがある色に分かれます。今日のこの透明感がある水色は青みがある色に属します。今日のコーディネートで一番の差し色、差し柄になるのはここですよね。このピンクは青みがかったピンクなので、着物と同じ位置に分類されます。もし今日の着物が黄緑だったとすると、黄緑はおおよそ黄みがかった色に分類されるので、差し色のピンクがこの色だとちょっと合わなくなるかなと思います。黄みがかったピンク、サーモンピンクの方が黄緑にはマッチしますね。着物のコーディネートを考えるときに、色がどっちに分類されるのかということを考えながらコーディネートしていただくと、まとまり感が出てきます。ご参考にしていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。